先頭 400m の通過74秒。スクリーンをご覧ください。プログラムは42、43ページです。先ほど終了した C 男子走り幅跳び決勝の結果です。一等いくら君、函館赤川6メートル40、向かい風 0.7メートル。二等川上君中尾の6メートル1、向かい風 0.6メートル。三等木村君那須6メートル1、追い風 0.2メートル。なお二等三等はセカンド記録で順位が決定しています。四等下地君チームクレスト5メートル90、追い風 0.3メートル。五等片山君杉並和田5メートル88、向かい風 0.1メートル。六等佐々木君水沢5メートル81、追い風 0.7メートル。7等平岡君口山高校5メートル78、追い風 0.3メートル。ラップが入ります。先頭 800m の通過2分29秒。記録を続けます。8等は山下君神鍋東5メートル76、追い風 0.2メートル。9等以下は掲示板をご覧ください。現在先頭は岡原さん、ヤンキー、それを追いますのが米沢さん、浜松北浜。